エビスザメは、軟骨魚津なカグラザメ目、カグラザメかエビスザメ属に分類されるサメ。原生のエビスザメ属ノートリンクスは本種のみ。原生のほとんどのサメが5体のエラ、列を持つのに対し、エビスザメは7体のエラ、列を持つ。他に7体のエラ、列を持つサメは、エドアブラザメヘプトランスクリップギアズペルロが知られているだけで。 本種を含めた二種はいずれもカグラザメ科に属する。なお、関東地方などの方言で、ジンベイザメを指して、エビスザメと呼ぶことがある。インド洋、大西洋、太平洋世界中の温帯域に生息する。水深150メートル以前の表層を泳ぎ、浅いワンやサンゴ礁の外で生活する。全長3メートルに達する。 オスは1.5メートル、メスは2.2メートルで成熟する。体型は流線型に近い円筒形。体色は、肺側が、暗褐色黒色、または、灰色で、腹側は白色。体中に、多数の黒色、または、白色の反転が見られる。背びれは一気しかなく、体の後方に位置する。尻びれを備える。化石種と、形態的に類似しており、 古いタイプのサメであると考えられている。エビスザメは群れで狩りをすることが知られている。仲間と共同でアザラシやイルカ、他のサメなどを追い詰めて捕食する。古代のサメも同じ方法で狩りをしていたと考えられている。肉が食用とされたり、肝油や比較が利用されることもある。水族館などの飼育施設で展示されることもある。 本種を対象とした漁業あるいは根格されることは稀だが漁業が盛んな地域に分布することことから本種も減少していると考えられている。沿岸部に生息するため海岸開発などによる影響も懸念されている。情報不足。ありがとうございます。